天卓温泉は、愛知県北設楽郡設楽町にかつてあった山あいの温泉。天竜奥三河国定公園に含まれ、うっそうとした木立に囲まれた丘陵地帯の一軒宿。しかし、宿の規模は大きく、敷地は1500坪にも及び、収容人数は100人を超えていた。敷地内にはいくつもの離れ、座敷があり、広大な庭の散策に適している。温泉は敷地内にあり、大浴場の湯船は近くの岩を巧みに配し、中に三河檜をモザイク状に張り巡らせた造りとなっていた。他に岩風呂の中浴場、ステンレス製の小浴場があり、宿泊客の数により使用が調整されていた。雇用向けの温泉だが、レジャー拠点としても利用されていた。雲、泉鶴山の家明治20年代には温泉旅館として営業を始めていたようであるが、詳細は不明。営業終了時の経営者の先祖が旅館業を始めたのは昭和5年である。昭和19年に愛知県の同胞援助下に一旦買い上げられ、空襲で焼け出された名古屋市の学童の学童疎開施設、山の家として使用されていた。戦後、旅館業を再開し、1990年代半ば頃までは、ユースホステル、添沢温泉山の家としても機能していた。設楽ダム水没エリアに位置し、思うように設備投資ができずにいたが、東日本大震災の被害状況を見て、施設の耐震性に自信が持てないとして、平成23年10月に営業を終了。施設は解体された。設楽町子村落市では、源泉の持ち主が湯治場として客に提供していたようであるとしている。同書 P229。その間、女将は寮母として対応に追われていた。設楽町子村落市 P229。ありがとうございます。